さあさあって何。はい、お疲れ様でございます。オコジョンです。カードシャーク続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、サンジェルマンでしたっけね、あのおっさん、ボコボコにされてましたね。なんか気まずい帰り道を経験ねしましたよ。あんな気まずかったのはね、学生以来ですよ。さあ、学生時代に僕に何があったかさておき、次はどこに行けばいいのかな。お金がねいっぱいあるんですよ。1900円あるカスカロか、いや劇場か、ナンシー、マレ城、マレ城行ったことないですね。マレ城に行くのかな、ジムユ。まあ早速ね、こちらのマレ城に行ってみましょうかね。行ったことないし、レッツラゴーっつって、これからジムユにあるマレ城に向かう。サンジェルマン大丈夫なの、怪我はね、えちょっとだけ心配だよ、ほんのちょっとだけ。そこでベルサイユに侵入するための手立てが得られるはずだ。侵入するのねえああ頑張るよな、詐欺師ってな。今のうちに警告しておくが、事務員は驚くような場所だ。驚くようなサプライジング、あそこは、はい、外が騒がしいな。外がお祭りでもやってんのかな。道から外れているぞ、道から外れているぞ。何、馬が暴走している。ちょっと待って、え、何そういうトラブル、急いで飛び降り、飛び降りんの、何何何が起こったの、初っ端から。おおすごい、何、あ、ガブリエル大佐、久々、ついに捕らえたぞ。私を後継にした向こう、今ここで、ちょっと待ってください。あ、え、ちょっと、え、あれあれ、待って、動けない。あれ、あ、ちょっと待って、あれ、あいつ逃げよかった。サンジェル？逃げようなどと思うな、両手を上げろ。いや、あの人にも言ってください、じゃあ。僕だけじゃなくて。もう。まずはお前から始末してやる。順番に？嘘。最後に言いたいことはあるか？一応、最後って、やめて。何、何、何？一発だけ、何これ？縮こまる。どうしよう。もう、ままよ、こいつ。おい、おい、引っ張る、ごめんなさい。すいません。な。決闘しろというのか？え？そんなつもりじゃないんだけど。何？なぜ私がそんなことせねばならん。なんだ、何これ、名誉のために、正義のために、チャンスを与えるために、どういうこと。あれ、なんか手袋か、あ、手袋、ハンカチ、なんか手袋をなんかこう地面に投げつけて、それを拾わせると決闘の合図みたいなのは聞いたことあるんですけど、顔引っ叩くの知らないな。何選べばいいんだこれ。どうしよう、名誉のため、名誉、正義のために、分からん、なんか どうしよう、あ、パニック、あのぐちゃぐちゃぐちゃでもいいから、あ、ダメダメ、あ、待って、落ち着け落ち着け、どうしよう、待って、なぜ私がそんなことをせねばならん理由を聞いてるんだよね。で、名誉のためにってことは、それガブリエル大佐の名誉のためにってことなのかな。でもそれ上から目線じゃない、ねえ、正義のために、正義のために、ガブリエル大佐の正義のためになの、それとも僕たちの正義のためになの、ちょ、分からんな。チャンスを与えるため、慈悲をください、慈悲をください、すいません、生きるためのチャンスが欲しい。そうなんです、もう本当に足の裏でも何でも舐めますんで、すいません、必死なんですこっちは。よし、いいこと思いついた。え、何、コインを取れ、表が出たらお前と決闘してやる。え、あれ、これ前やりませんでしたっけ、あのコインのトリックみたいのありましたよね、あれやるんだろうきっと。ちょ待って、どうやってんだっけ、なんだっけ、どうやってんだっけ、もう、いや、表が出たら、裏が出たら即座に撃ち殺す、裏を出しちゃダメ、裏出しちゃダメ、表、どうやってやんの、どうやってやんの、投げろ、ありましたよね、コインピンって弾くやつ、それだ、絶対それだ。待って、あー震える、緊張する、裏じゃない、危ねえ、表、そう、表、何これ、初め裏になってたよ。主人公、どうしてんの、僕と一緒で。いくよ。
あ、よし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 、絶対成功した。危ない。おー、ありがとうございます、ありがとうございます。表だ、すごい顔してんな。やる気満々だったんだな。ついてたな小僧。そうっすね、ほんとついてたことにしよう。今は銃を取れ。銃なの？銃でゲットなんかしたことないよ。あの TikTok みたいな帽子でピンってやるやつにしてください。それしか知らないんですね。え、あと剣で決闘しか知らないんです。いやマジで銃なの？もう一度声に突しろ。それでどちらが先に撃つか決める。どういうルール？先に撃った方が勝ちじゃんそれ。先行が表なら俺が先、裏ならお前が先だ。え、これどういうこと？ちょっと待ってください。考えろ。なんか裏があるはず絶対。待って待って、考えろ。待ってくださいね。何も思いつかない。どうしよう。どっち出せばいいんだ。あ、待って、裏が出たらお前が先？表が出たら俺が先？裏を出すのかな？裏を出せばいいのかな？裏？わかんない。裏なんじゃない？わかんない。わかんないです。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。グッドなんだ。いいんだ。何？裏だ。なぜこんなことが？何？知らず知らずのうちに。何？ 1?2?3?4? 何？何？何？お、お、お、何？どうしたの？わからん。何？え？ああ。な、え？わからない。何が何をぼさっとしている。何が何だか。あの男を拘束しろ。私を殺そうとしたのだぞ。いやいや、自爆でしょそれ。まあ、何言ってんの。小声で、し、大きな声を出さないように。我らが主人公は今、絶望している、泣いている。ちょ待って、その落ち着かないっす。どういうことなのこれ。何が起こったの。ちょっと待ってくださいね。待ってください。いろいろすっ飛ばして決闘はうまくいきました。逃げおおせました。ただ牢屋に捕まってるんだ。でなんで泣いてるの、絶望して。わかったわかった。サンジェルマンが裏切ったからじゃない。だからどうしよう、泣いているにしよっかな。自らの運命の理不尽さを思って泣いている。いや結構ラッキーだったよ。うん。ねえ主人公、ねえ元気出しなよ。なんやかんや生きてるよ。なんか知んないですけど、よくわからないけどね。ラッキーがすごいぞ、持ってるね。驚いたことに彼は聞き覚えのある彼は聞き覚えのある声がささやくのを聞いた。何？イレニオさん、お前の友イレニオは牢獄の隅に隠れていたってわけだ。この人は知っていた。イレニオ、伯爵はお前をひどい状況下に置き去りにしたようだな。かわいそうに。そうなんですよ、言ってやって、マジで。ガブリエル大佐は酔いどれの愚か者だ。すごい悪口言われてるな。まぐれでだってお前たちを突き止められまい。あ、愚か者だからってこと？そうね、自分で自分の足打っちゃうぐらいですからね。それをね、さも主人公が打ったみたいなことを言ってやがりましたよ、あの野郎は。あれはマクレガーの策謀だ。策謀なの？マクレガーの？しかもあいつは今まさにこの牢獄の敷地に入ってこようとしている。マクレガーが？早いとこ脱出した方がいいな。そうだよね、マクレガーって主人公たちの命を狙ってるんですよね。でも扉が出られるの？出られるの？出られる。すごいな、頼りになるな、この人は。この人が市長だったらよかったのに。市長じゃなくて。いや、師匠ね。師匠と市長って言い間違います？全然違う。
まあでもイレニオさんが市長だったらいいな。うん、そういう意味ではね、出られるね本当に。あっさり出たな、数時間後。そうなんだね。うん、いやもう汗がすごい、もう取り乱しちゃった。うろうろしてるよサンジェルマン。燃えてるよなんか。あ、師匠もいる。いや、うん、あのマジシャンみたいな人。イレニオ小僧は助け出したよ伯爵。ちょっとぶん殴らして、一回殴らせろお前。あ、シカトした。師匠のもと行ったな。まあなるよね。そうね、友人、お前を失ってしまったかと思ったぞ。いや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 、それはねどうなんでしょうね。いや怒るよそりゃ。うん、なんだあの子は私に対して怒っているのか。ああ、いや、あれをやられて怒らない人いるねえ。ああものすごく怒っている。それは怒りますよね。一緒にゴールしようって言ったじゃん。なんで一人だけ先行っちゃってんのよ。あんたはあいつを見捨てたんだからな。だがやがては落ち着くさ。いやー腹の虫は収まらないよ、僕の腹の虫は。なあ、金だな、金を用意しろ。あと酒だ、もう。あと女の子。つって、イレニオがうまく、衛兵を買収したようだな。また金使わしちゃった。うん、じゃあ金はいいや。お酒と女の子。まあ無事でよかった。伯爵はえらい動揺してた、動転してたぜ。あ、そうなの？持ち歩くには危険なくらいの稼ぎが溜まっているようだな。そうですよね、すんごいいっぱいお金持ってるんですよね。牢獄の看守に財布を見つけられてたら大惨事になってたぜ。あー、まあそうね。うん、どこにしまってたんでしょうね、あの大金。野営地に稼ぎを寄付してくれるなら俺たちもお前を守る。伯爵は野営地に760円を寄付した。はい。お前からも同じような行為を期待したいとこだなって言ってますね。ちょっとすいません、あの片言になってますね。ごめんなさい。動揺を隠せないんですよ。ああ、そういうことね。いや、もう負けないっすよ。うん。そりゃ負けないっすよ。もっとたくさん寄付しますよ。はい、そうね。伯爵よりプラス1ね、多く。寄付をしましょう。プラス1っていうかプラス10なんですけどね。はい、ありがとうよ。随分気前がいいんだな。あいつにだけは負けたくねえ。今そう思ってます。はい、これでアキテーヌに学校を作ることができそうだ。そうなんだ。あ、学校ね。あ、いいと思いますよ。うん、子供たちはね、ほんと光ですから。伯爵の言ってることは間違ってない。フランスは近い将来大きく変化するぞ。うん、伯爵ってそんなこと言ってましたっけ。そして俺たちの金が多くの人々を助けることになる。はいはい、もっと詳しく。猿、もっと詳しく聞いてみましょうか。何をするつもりなんでしょうね彼らは。今回の分を足すとお前と伯爵がこれまでに3420円を俺たちの大義に捧げたことになると言ってますね。な、学校作ったりとかなんかね、とんでもないことしますよみたいなこと言ってましたよね。この金で助かる全ての人間を代表してお前に感謝したい。うん、終わりかい。何をするか闇の中かい。ってことで次はどこに行けばいいのかね。やっぱマレ城なんでしょうねやっぱりね。結局何だったんだ今のは。今のは何だったんでしょうね。あ、仲違いしたってことなのかな、主人公とあのサンジェルマン伯爵がね。うん、釣ってマレ城に行くってことなんでしょうかね。はい、それではちょっとねインターバルを挟まさせていただきまして、続きをねプレイしていきたいと思います。早速馬車の中なんですけれども、またマレ城に向かっております。運が良ければ邪魔されずにバル・サンジェルマンに到着できるだろうと言ってますね。バル・サンジェルマン、うん、サンジェルマン伯爵のゆかりの地なんでしょうかね。
富と知恵を持つ若者が理想の楽園を作るとすると何が起こるか、マレー城はその答えとも言えると言ってますね。ていうか仲いいな2人ね。前回あんなことがあったんだよ。前回っていうかさっきですけどね。というと終わりなきランチキ騒ぎということだ。ランチキ騒ぎランチキってね、すんなり読めましたね僕もね。ああって起き上げてますよ。開いた口を閉じるがいいって言ってますね。主に支援を得るためにもお前にはしっかりしてもらわんといかんと言ってますね。今回の勝負はさほど苦労せんだろう。我々の相手は酔っ払っているか二日酔い状態 だろうからなって言ってます。あ、ランチキ騒ぎ状態だからってこと、飲み歩いてんのかな、ね、みんながみんな瓶ビール持ってんでしょうかね。カードが曲がっていても気づくことはない、よって今回はカード曲げを主軸としていくって言ってます。カード曲げ、あ、前にもやりましたよね。カード曲げ前カード曲げね、やりましたよね。はい。この機械を使いカードを配る際も技にも磨きをかけることにしよう。だがそれについては後で話す。まずはカード曲げのトリックのおさらいだ。おさらいね、やりましたよね。カードを後ろ向きに曲げる方法を教えたのを覚えているか。胸を張ってふんぞり返っているかのようにな。ああ、言ってました言ってました。覚えてます覚えてます。はい、そうね、はいはい、曲げてましたよ。そしてローカードは前方に曲げる。自分の身分の卑しさを恥じて縮こまっているかのようにな。それも言ってましたね。はい、そうそうそう。続けてスティッキーハンドを使う。スティッキーハンド毎度おなじみですね。ハイカードをかすめ取ってデッキの一番上に置くのだ。かすめ取ってハイカードをかすめ取るのね。はいはい。この第一段階が終わったらカードを配っていく。ここで新しいトリックであるセカンドディールの登場だ。セカンドディール、あ、これは聞いたことある。はいはい、セカンドディールね。聞いたことありますよ。ダービーがやってました。ダービーが、ジョジョ第3部ね。まず最初に配る相手が誰なのかを確認しろ。対戦相手に強いカードを配るのは避けたいところだ。よってこの相手にはデッキの上から2番目のカードを配る。素早くやれば誰も気づくことはない。セカンドディールは右を押すってことなのかな。はいはい。どういうこと？うん、だって矢印出てたじゃん。何をしてる？怒られたな。あんだ、怒られる立場か、お前は。優しく教えてくれないと根に持つぞ。ああ。置いてったことを、ねえ。対戦相手に渡らないようにハイカードは保持しておくのだ。もう一度やってみよう。セットし直すからデッキをよこすがよい。よこすがよいって。これ。お、上からほれって思う。はいって渡せよ。まず最初に配る相手が誰なのか確認しろ。対戦相手に強いカードを配るのは避けたいところだ。はい、言ってますね。よってこの相手にはデッキの一番上から2番目のカードを配る。素早くやって、やれば誰も気づく。ああ、一緒ですねこれね。セカンドディールはこう、こう、ん？あれ今、あれなんでうまくいっちゃったの？どういうこと？ちょっと待ってください。今知らず知らずのうちにうまくいった。え、どういうこと？今右押しましたよね僕ね。いや、押しましたよね。知らんがなですよね。そんな知らねえよですよね。待って次も対戦相手だな。よってハイカードはまだ配ってはならん。ちょっと、また勝手に進んでるよ。何？そして私にハイカードを配る。いや、勝手に進んでるってだから何もしないですよ僕。どうしてハイカードを配らない？それでは私の助けとならないではないか。もう一度やってみよう。セットし直すからデッキを起こすがいい。いや、勝手に進んでるんですよねえ、まず最初に配る相手が誰なのか確認しよう。あ、もう聞いてる聞いてる。よってこの相手、いや、デッキの一番上から。聞いた聞いた聞いた。じゃあ勝手に配ってる。じゃあ勝手に配ってるって。ちょっとまだ、あ、ちょっと、はい、すいません、たびたび申し訳ないです。やっとね、謎が解けました。ちょっとやってみます。すいません、ちょっとね、口で言うより説明します。はい
まず最初に配る相手が誰なのか確認しろ。はい、対戦相手に追加カードを配るのは避けたいところだ。うん、何回も読んでますねこれね。よってこの相手にはデッキの上から2番目のカードを配る。それこそセカンドディール、素早くやれば誰も気づくことはない。いきますよ。はい、ちょっと説明しますね。まずセカンドディールします。はい、配ります。ね、次も対戦相手だな。よってハイカードまだ配ってはならない。いきますよ、セカンドディール。これ勝手に行くんですよ。で、この次に上をすぐ押すんです。はい、それで私にハイカードを配る。上をすぐ押すんです。ほら、うん、そうすればハイカードがね行くんですよ怒られずに済むんですよ、うん、っていうことにね気づきましたので、これでやっていきたいと思います。合ってるのか。合ってますよね。大丈夫ですよね。褒めてますもんね。よし、これで私の手札が強くなったって言ってます。だが、しかしこれはなんだ。次のカードを見てみろ。曲がったカードな。これが何を意味するか覚えているか。ローカードですよね、確かね。うん、はい、忘れてしまった。いや、ローカードでしたよ。ただ忘れてしまったっていうちょっと音ボケ感も出していきましょう。そいつはハイカードだ。ハイカード、あれ、とにかくその曲がったカードを適切なカードに配るようにしろ。あれ、ハイカードなの。あ、のけぞってるからってこと。待ってください。あ、ちょっと確かにちょっと歪んでますね。わかります？右下の画面、右下の画面、うん、後方に曲がったカードはハイカードだぞ。ちょっと待って、ややこしい。いろいろなん、待って、そいつは私のもとに配られるべきだ。もう一度やってみよう。怒られていますね、またね。はい、待ってくださいね。またこっからもか。セカンドディール、素早くやんなきゃいけないんですよね。はいはい、セカンドディール、はい、火薬カード配る。はい、手札が強くなった、これはなんだって言って茶番ですね。はい、ならいい。いちいち確認してくどいと思うかもしれんが、お前は時々抜けてるところがあるからな。いや、お互い様だよそれは。とにかくその曲がったカード適切な相手、これサンジェルマンに行けばいいんですよね。ちょっと待ってくださいね。待ってくださいね。じゃあセカンドディールするのか。してしてして、こ、はい、おーしよしよし、多分大丈夫。うん、よくできな、よくできたな。これでまたハイカードが私の元に来た。合ってますよね。すげえ早いな。そんな早くやんなきゃダメ。デッキにはまだ数枚曲がったカードがある。嘘、私が有利になり相手が不利になるようにカードを配り続けてみろ。これちょっと待ってください、喋ってる時間ないかもしれないな。ちょっと待ってくださいね。これはローカードですよね、多分ね。ローカードだからこうこうこう、大丈夫かな。よし、ハイカードすべて私の元に配られた。完璧だな。本当に大丈夫。今知らず知らずというかおどおどしながらやってましたけど、他のトリックと合わせてやってみよう。なんとかできたのかな。あって、まだできてないのかな。ちょっと待って、まずハイカードを選ぶんだでしたっけ。ハイカードを選んで、でこれを曲げるんですよね。ハイカードはこっちじゃない、これ逆逆逆、こっちこっち、こうふんぞり返らせる。ふんぞり返って投げる。そう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 、はい。で次はローカードでいいのかな。ローカード、はい、ローカードはこっちじゃない、こっちじゃないよ。ちょっとこもたもたしてる。ちょっと待って、こう、そう、はい、オッケー。そう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 、でと今度はどうすんのまたハイカードでいいのかな。あ、まあ、セカンドディールだ。セカンドディールじゃない。なんでミスった、今。嘘、ミスったか今。ジャック、これセカンドディールですよね。セカンドディール、セカンドディール配る。でこう配る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 、違う、あ、これは配って、あ、いや、ミスじゃない。あ、難しいぞこれ。配ってこうこうでいいのかな。こうこう、完璧ではなかったな。もう少しタイミングを磨く必要がある。これむずいな、すげえむずい。とはいえ私の元には強いカードが来た。その点はうまくできたな。ちゃんと褒めてくるとこは褒めてくるな。うん、いやー、無理くり覚えたことになってるな。いや、自信ないっすこれ本当に。なんかちょっとこう勝手に動くね、
ジョイスティックのせいにしてる部分もありし、ちょっとすいません、なんかね、本当に申し訳ない謝るしかない、これは練習だな、練習するしかない、これはもう一度練習するか、それとも到着するまで休むかって言ってますけれども、休んでる暇なんかないですよ、これやんないと。これちょっと一生懸命やりますね、完璧になるまで練習してみたいと思います。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっとね、あのたどたどしくなっちゃいました、申し訳ありません。なんか勝手に進むって自分の勘違いかもしれないんですけど、ちょっとその辺ももろもろ本番では完璧にできるようにしたいと思いますので、ぜひお楽しみということで、ではまた後でお会いいたしましょう。はい、お待たせいたしました。それではですね、練習を終えましたので早速ね、やっていきたいと思います。多分大丈夫だと思いますね。今はすごくこう染みついてるんですけれども、これがいざね本番になったり話しながらになっちゃうと忘れてしまいますんで、早く行きましょう。休みたいか、いいだろう、いつもの作文が終わったらな。作文を書かしてるんだ、そうなん、もうすぐ到着するぞ。書き終わったかな作文、じゃあ音読してみようね。こいつは私のシェリー酒だ、グビッと飲んでおけ。いいの酔わして大丈夫なねえ、手元狂ったりしない？今回は酒の勢いも必要となるだろう。そんなに騒いでんの周り、ランチキパーティーって言ってましたよね。ジムユフランスマレージョ、数時間後着きましたね。なんかねえ、なんかあの酒が、酒の霧みたいなのが起きてない？ピンク色で、おどろおどろしいな。うわ、すげえ、ぐでんぐでんだ。すごいな、思った以上に。こんな状態なの？カサノバ、アントン、僕が今何を望んでいるかわかるかい？アントン・ウィルヘイム・アモ、快楽の限りを尽くした夜の果てに一体何を望むというのだ？この酔いを覚ますようなカード勝負さ、酔っ払いだな。だがそのためにはまともな相手が不足している。あの若い公爵夫人は数時間前に茂みの向こうへ消えてしまったし。ちょっとやらしい顔して何言ってんの？あの醜い、公爵でいいのかな、はまだ木にへばりついたままだし。木にへばりついてるんだ。あの愚かなイタリア人はクジラのようにいびきをかいている。ああそうなんだ、クジラっていびきかくんだね。湯船の中でな、危ないじゃんそれ。ちょ起こしてあげて、それ危ないよ、風呂で寝ちゃう。残りの連中に関しては言うまでもない。そうね、もう地獄絵図ですよ、もう手中肉林だな。合ってましたっけ、手中肉林で。すごいな、来たな、シラフの二人が。私たちではいかがですって言ってますね。おい酔っ払いども、サンジェルマン伯爵、知り合いかい、カサノバと。まあ、知り合いっぽいわサンジェルマンは。天性の錬金術師にて狡猾な魔術師、我が友カサノバ、また会えて何よりです。さあご友人ともども座ってくださいって言ってますね。カード勝負を開始するんだな。主人公すごいな、身構えてるな。まあ身構えますよね。ちょっと大丈夫、あすごいゆっくり歩いてるわ。すんごい匂いなんでしょうね、やっぱりこのピンク色のやつ。すごいな、ご婦人大丈夫、何やってんの、テーブル倒れてるよ、どういな、これこういうのがあるから忘れちゃうんだよ。やっていきましょうか、じゃあね。でもね、はい、いきますよ、思い出していくよ、酒に負けないで、酒の匂いに。いくよ、はい、まず強いカード、すごい強いカードが揃ってる、手札に強いカードをこっちにこう曲げます。はーい、で今度は弱いカードをね前に曲げていきましょうね、前に曲げていきましょうよ。すげえ緊張する。はーい、ほんとシラフじゃやってらんねえよこれ、やばいやばい、
シュラフじゃやってらんない。緊張する。あ、すごい。全部揃ってますね。3カード。いきますよ。スティッキーハンド。練習通り。オッケー。で、まずはサンジェルマンに配るんですけど、はい、サンジェルマンに配っていきましょう。オッケー。で、あとは適当に。これは違う。こっちに配って、こうして、ああして、こうして。ちょっと待ってください。すげえ緊張してる。心臓がすごい高くなってる。やばいやばいやばい。心臓が高くなってるよ。すごいよ。これこうして、こう。大丈夫だ。大丈夫だじゃないよ。うおー、すげえドキ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 してる。酒飲んでないのに動機が。敗北の味というのはいつも興味深いものですね。そうでしょうよね。必ずしも嫌いなものではない。無知で打たれる気分とも似ている。そういうプレイもしてるのね、カサノバ。あ、こいつ服着てる。あ、着てますよね。大丈夫。上半身裸でなんかネックレスみたいにしてる。すごいな。やからじゃん。もう無知で無知で一緒じゃん。顔の表情。伯爵、随分と、無垢な子供を連れてきたものですねって言ってますね。うん、いや、あなたたちが異常なんだよ。いやー、言ってんなー。もう行くぞ。ちっとも疑ってないし、この酔っ払いたち。やるか、じゃあ。とりあえず。あ、エースありますね。いいところにね。うん。エースがあって、これをね、曲げるんですね。はい。はい、オッケー。すげえ、疑いかかってきた。いきなり、今度は。今度は、疑ってんな。先抜けてきたか。あ、もう、バット、バットエンド。バットエンド。エンドじゃない。終わってない。まだまだまだ。これから、取り戻せるはず。大丈夫。いくよ。大丈夫なはず。大丈夫なはずですよ。はい。はい、オッケー。で、まずは、サンジェルに配るから、こうでしょ?はい。でも普通に配ってりゃいいんですよ。まずはね。で、これはサンジェルに配りたい。配りたいのはサンジェル。はい。はい。これでいいんじゃ、大丈夫なんじゃない?これはサンジェルに配りたいぞ。サンジェルに配りたい。待って、大丈夫なんじゃない?いけんじゃない?嘘、なんでなんで?嘘、なんでなんでなんで?やりました。やっぱりダメだったのかな、あれが。折り曲げが足んなかったのかな。伯爵、そのような負け方をしていると、ウィーンの時より悲惨な状態になりますよ。ウィーンの時より悲惨な状態?ね、いや、この現状より悲惨な状態がある?ウィーンの時?あれは散々でしたな。そうだったの?こんな状況よりも?そもそも、オーストリアに行ったこと自体が間違いでした。行ったことを後悔するぐらいそうなんだ。あ、来ましたね。ちょっと待ってくださいね。行きますよ。はい。行きますよ。いや、緊張してる。緊張すんな。ちょっと待って。練習通り、練習通り。行きますよ。はい。行きましょう。ね。すんげえいっぱいかけるね。まずはハイカード。ハイカードをちゃんと、しっかりね、しっかり折り曲げましょう。で、ローカード。ローカードね。はい、これ。はい、しっかり折り曲げましょう。しっかり。はい、オッケー。しっかり折り曲げましたよ、今度は。で、スティッキーハンドをしていきましょう。行きますよ、行きますよ。はい、これね。はい、行きましょう。はい、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。で、まずサンジェルマンに配っていけばいいだけだから、これをサンジェルマンに配る。はい。で、折れ曲がってんのを配っていけばいいんですけど、これはこっちに配りましょう。こっちにして、こうです。はい、はい。で、オッケー、オッケー。オッケーしか言ってない。ごめんなさいね、皆さん。本当に。申し訳ないですね。これ違うんですよ。これこうして、こうだな。で、こう。あ、わかった。ほら。よくわからないでしょ、皆さん。ごめんなさいね、本当に。でも、すごい緊張してるんですよ。見てる皆さんはさっぱりかもしれないですけど、僕はすごく集中している。心臓がドックンドックンいってる。全てを失ったようですな。うん、そうね、もう全部だよね。もう全部失ったよ。金も名誉もなんかプライドみたいのもね。この人たちはまさかまだあるの。なんかあなたたちのおかげで最高に楽しい時間を過ごせましたよ。ポジティブだなぁ。陽キャだな、陽キャ。ああ。事務員での完璧な1週間の終わりを完璧な形で締めくくることができました。パリに戻る踏ん切りもつきましたしね。こう見ると好青年だよな、カサノバ。また、ポンパドール夫人からお小遣いをいただかないと。ちょっと、ひもなの?ねえ。陽キャの輩の紐なの。
王ごひいきのあの夫人は元気ですかな。王ごひいきなんだ。相変わらずベルサイユでも、ベルサイユでもがいていますよ。もがいてるんだね。宮廷の政治にとらわれた哀れな人です、アントン。アントンいたの？あなたがパリに戻るのであれば、我々をポンバドール夫人にご紹介いただけませんかな。お安いご用です。ああ、紹介してくれるんだ。ありがたいな。あの人は毎週木曜日にサン・トゥアンでサロンを開いています。そこで会いましょう。サン・トゥアン、なるほどね。サロンを開いている。なんだサロン、また怪しいんじゃないの。大丈夫ねえ、ちゃんとしたサロンだろうね。こんな状態だったらやだぜ。またそれではまた。あ、終わったか。いやー、 OK ですね。はい、マレージョ完了しましたね。いやー、ほんとすごいランチキ騒ぎでしたね。もうずっといて、次はここですね、ポンパドールのサロンに行くんですね。じゃあですね、まあ時間もいい感じですので、今回はこんな感じで終わりにさせていただきますか。いやすごい申し訳ないですね、今回は大変申し訳ありませんでした。もう何でしょう、絵に描いたようなグダグダ感でしたね。もう笑うしかないな。それではね、次回もこんな感じだと思いますけれども、また、ぜひ見ていただければと思います。オコジョンでございました。バイバイ。ちょっと反省会だな、反省会。